面の向こうの皆さん、ごきげんよう、ゆきのです。今回は前回作った時と同じ時にまた違う種類のアクセサリートレイを作っていました。そちらの映像となります。ので工程はほぼほぼ似たような感じになっております。よかったらこちらもご覧ください。入れているのは前回の残りとなってます。なのでとても量が少ないです。こちらも前回と同じものを使っております。クリアレジン、NR、クリアカラー、ブルー、クラフトレジン、NR、クリアカラー、マジェンタ、着色剤、宝石の雫、パープル、UV&LED レジン用着色用カラー、ダークインディゴ、こちらも多分合ってると思います。前回入れた余りとなっておりますので量が少なくなっております。全部入れていきます。こちらは前回使った残りのレジン液にさらに透明を足して色をつけていきます。なので最初から色がついてます。濃いめにつけました。
しずつですが調整しながら入れていきます。つけているものは2液性レジンの透明です。配置していきます。レジン液を自然につけることによって粘着力がなくなり自由に動かせるようになります。2液性レジン透明を入れます。となります。このような感じに事前に入れておいたものが全部隠れるぐらいに使っておりますので飛び出てはいません。側面から見るとこんな感じです。可愛いがまた完成しました。